学戦後楽園から実況生中継。この放送は日産自動車ニコ通販とご覧の各社の提供でお送りします。皆さんこんばんは。ご覧の選手はスタン・ハンセンであります。いよいよファン待望の86年世界最強タッグ決定リーグ戦、今夜後楽園ホールで幕を開けました。今年で10回目を迎えました世界最強タッグ決定リーグ戦、今史上空前の世界のトップレスラーがこの全日本プロレスのマットに集結いたしました。今夜はこの後入場式、そして公式戦3試合を中心にお伝えしてまいりたいと思いますが、リング上ではスタン・ハンセン、テッド・デビアスチーム対石川隆、タイガーマスクの30分1本勝負が行われています。今週の解説は東京スポーツ新聞社山田隆さん、後ほどジャイアント馬場選手にも放送席に座っていただきます。テッド・デビアスと石川隆の激しい揺さぶり、そして後ろからスタン・ハンセンが攻撃を仕掛けました。さあ今夜は今公式戦ではありませんが、山田さん、ハンセン・デビアス V2 を狙ってますね。そうですね、2連勝を狙うこのチームが、はい、もうものすごい勢いで飛ばしてますね。そうですね、昨夜の記者会見でももう堂々たる会見ぶりでございまして、まあ、記者の目というのはほとんどの人たちが大本命にハンセン・デビアスを挙げてましたが、予想通りの動きですね。そうです、ただね、今日のあのタイガーマスク石川組、はい、なかなかあのいい動きでね、立派に対抗してますね。そうなんですね、そのタイガーマスクがテッド・デビアスにドロップキックを打った。相手はハンセンだ、ショートレンジからのドロップキックが当たっている、あの巨体スタン・ハンセンを倒した。このタイガーマスクがリーグ戦初出場なんですが、パートナーがジャイアント馬場、しかし昨日の記者会見でも堂々としておりまして、私たちのチームは優勝を狙いますと言ってましたね。そうですね、頼もしい限りです。タイガーマスク、ね、テッド・デビアス、ハンセン組が2人ともあのチラッと汗をかいてるんですね、それに対してタイガーマスクはね、もう全然そんな様子見えません。そうなんですね、今夜は公式戦じゃありませんので、非常にこの楽に戦っているタイガーマスクと言えるかと思いますが、本当に互角以上の、本当にもうヘビー級になりきった、そういう感じのタイガーマスクのファイトぶりであります。ということになりますと、馬場、タイガーマスクチームも優勝戦線の一角と見ていいですか。そうですね、非常にあの伏兵的な存在というふうに考えていいでしょうね。そうでしょうか。特にさあ、ハンセンをダブルで捉えた、今日 の、ドロップキックです。タイガーマスクの動きはね、はい、素晴らしいですね。そうですね、さあ石川隆とスタン・ハンセンだ、激しく肩から当たった相撲卓球だ。タイガーマスクの動きを、外で止めておりますが、さあ石川がドロップキック、これは外れた。さあここでうなるように黄金の左がおそらく飛んでいくでしょう。思い切っておっとバックを取るか、石川いい動きだ、あーっとダリアット、ウエスタンダリアットうなりを上げて飛んでいく、やったー、カウントスリー、スタン・ハンセンの左の黄金ルール。ハンセン・テッド・デビアスチームは来週の放送、札幌大会、長州やっと公式戦、そして再来週高松大会、これは実況生中継でお伝えしますが、ドリー・テリーのザ・パンクと対決、そして12月12日日本武道館優勝戦、鶴田天竜、これが主な公式戦でございます。やはりスタン・ハンセンの黄金の左はすごかった。勝負は9分34秒、ハンセンが最終的には片エビ固めで石川隆、タイガーマスクチームを打ち破った試合です。山田さん、スロービデオが出てます。山田さん、相変わらず左のショートレンジからのスタンダリアットね、綺麗に決まってますね。ちょっと焦ってね、行ったのが失敗でしたね。あ、そうです。それにしてもいい感をしてますね。そうですね、ズバッとあそこで決めますからね。はい、さあハンセン、テッド・デビアスの V2 はあるでありましょうか。この後入場式でございますが、ひとまずお知らせ。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は後楽園ホールより実況生中継で全国のプロレスファンの皆様にお送りしています。86年世界最強タッグ決定リーグ戦、リング上ご覧のようにこれより入場セレモニーでございます。先ほどもお伝えしましたが、今年で10回目を迎えた世界最強タッグ決定リーグ戦、すごい顔ぶれでございます。まさに史上空前のオールスターキャストと言っていいでしょう。さあまずはビッグマーテル、トム・ジンクミン、 AWA のこのフレッシュコンビ、今夜第1戦はザ・パンチの対決、そして試合を終わったタイガーマスクと師匠ジャイアント馬場、チームを作っての初参加、タイガーマスクの4次元殺到が相手チームを錯乱させるでありましょう。
時は大きな大歓声、全日本プロレス最強コンビ鶴竜の入場。今年はマットに地平道を履いてもいいから優勝したいと言っております。さあザ・ハンクス、おなじみのリーグ戦男ドリー・テリーのザ・ハンクス、過去3度の優勝経験を引き下げまして、3年ぶり兄弟荒馬コンビ復活でございます。さあ反対側の花道から長州力、安井義明、ジャパンプロレス最強コンビ、必ず優勝する、コンディションはベスト、ハンセン組、鶴田組、ボディ組との対決が大きな山になると言っておりました長州力であります。さあその後にスーパーストロングマシン、アシュラ原組、驚異の反逆同盟、そしてラッシャー木村、鶴見五郎、国際決命軍の存亡をかけてこの大会に参加しました。そしてご覧ください、前年度優勝チームの優勝チームスタンハンセン、フェッド・デビアスが入場してまいりました。以上9チーム18選手が勢ぞろいでありますが、さあオープニングセレモニーでありますけれども、何しろこのリーグ戦はこの1年間の因縁裏切り、それから遺恨、復讐が渦巻いたリング上といえます。まあ、全選手がひたすら優勝へ優勝へ一直線ということが言えるかと思いますが、このリーグ戦の途中でいろいろなハプニングがあるかもしれません。さあジャンボ鶴田とスタンハンセン、猛烈な勢いでやり合う、ヘッド・デビアスを場外に送り出すテリー・ファンク、リング上では PWF ロード・プレアース会長が立ち会い人として参加しておりますけれども、これより大会制限が告げられておりますが、そんなことはお構いなし、さあやり合う、殴り合う、まさにこのオープニングセレモニー、これが長州力であります。初優勝なるかどうか、危険ムードいっぱいの大会になりそうであります。さあこのスタートで一番元気のいいチームはどのチームでしょうか。ザ・ファンクスは猛烈、オート・リック・マーテル、トム・ジンクもやり合う、ジャンボ・鶴田の表情も非常に険しくなってまいりました。冷ややかにこのオープニングセレモニーを眺めておりますのは、やはりジャイアント・ババ、それからタイガー・マスクであります。スタンハンセンも猛烈に大暴れでありますが、スタンハンセンの V2 なるかどうか、初優勝長州狙っておりますが果たしてどうでしょうか。それから2回目の優勝を狙います、全日本プロレスの最強チーム鶴竜コンビの優勝は果たしてどうでありましょうか。非常にスケールの大きい86年世界最強タッグ決定リーグ戦、もちろん最多得点チームが優勝1000万円を獲得するわけでありますが、12月12日の日本武道館の優勝戦までデッドヒートが繰り広げられます。今大会宣言、ロード・ブレアス会長です。ロード・ブレアス大会会長によりまして、大会宣言が今紹介されました。話題満載の86年世界最強タッグ決定リーグ戦、非常にゴージャスでダイナミックなムードの中スタートいたしました。この試合、このセレモニーの後、公式第1戦鶴田天竜組対テリーゴディキラーカンの対決が始まるところでございます。最多得点チームが優勝です。さあ今夜の公式第1戦ご紹介してまいりましょう。担当は若林アナウンサーです。さあいよいよ開幕しました、今年で10回目を迎えました暮れの祭典、世界最強タッグ決定リーグ戦、入場セレモニーをご覧いただきました。今夜の解説、東京スポーツ新聞社山田隆さん、そして今入場セレモニー終わりまして、ジャイアント馬場さんに放送席に来てもらいました。まず山田さん、今のこのセレモニーを見る限り、やはり今年のシリーズも荒れそうですね。そうですね、非常に張り切ってね、大暴れをしていた、いたのが V2 を狙うハンセン・デビアス組、もうやたらめったらですね、相手構わずぶつかっていってますね。さあ相当ね、意気込み間違えますよ。はい、いよいよ暮れの祭典、86年その闘技を飾る世界最強タッグ決定リーグ戦、いよいよ嵐の開幕であります。公式戦第1試合はテリーゴディキラーカーン対ジャンボ鶴田天竜源一郎の戦い模様でありますが、まずは大型対空コンビと異名を取ります、この日米混成ダークホースチームと呼ばれます、初出場ゴディカーンの入場であります。なんとご覧のように2人の体重が合わせて280キロの大型チームであります。ぬーっとやってまいりまして、おなじみこのデンジャラスボーイテリーゴディの激しいデモンストレーションであります。今夜の相手は鶴竜、この2人の猛クラッシュをどう受け止めていくんでありましょうか。ハンセンのパワーをしのぐと言われております、ブランドテリーゴディ、そしてキラーカーン、キャリア十分、この2人がチームを作りました。
さあ今度は鶴竜の入場です。さあそして全日本エースコンビ大きな拍手で迎えられます。ご覧の鶴竜の入場であります。アメリカ遠征でその強さを満点かみ示しました鶴竜ですが、このリーグ1本に照準を合わせて乗り込んでまいりました。全シリーズあのベストバウトと言われた長州ヤツとのインターアタック戦、あの一戦を上回るファイトで長州ヤツを倒して2度目の V を達成して、一気にインターアタック奪回にかけております。全インターアタックチャンピオンコンビ2年ぶり2度目の優勝に突っ走ります。鶴竜入場。日本テレビが番組で優勝したよりあなたの応援でございます。試合に先立ちまして、日本テレビ並びに番組のスポンサーより両チームに豪華な花束が贈られました。今夜はこの試合の後、長州ヤツ対スーパートローンズマシン芦田原、そしてパンクス対トムジンクリックマーテルの試合をお伝えしてまいります。さあ男39歳の反逆なるか、キラーカーン不気味な表情であります。重戦車、人間魚雷、デンジャラスボーイ、テリーゴディ、狙いは長州やつ、それまでは負けられないと語ります。天竜。さあ全日エースコンビの強さを見せてほしいジャンボ鶴田。さあ解説の山田さん、この鶴田天竜がですね、まあ、今夜テリーゴディキラーカーン、ご覧の2人と相対するわけですが、まあ異常なまでに今シリーズ燃えてますし、かけてますね。そうですね、まあただ問題はね、今日のこの一戦でどういう動き、はい、どういう内容を見せるか、相手チームが、まあ、ダークホースと言われている超大型コンビだけに、まあ、下手をすると足をすくわれる危険性というのはありますね。なるほど。ですから今日の試合をじっくり見たいですね。はい、さあ何やら作戦会議であります。テリーゴディキラーカーン、緊張が走って、さあ今ゴングが鳴りました。さあ最初に出てくるのはジャンボ鶴田、そしてキラーカーンであります。何しろこのリーグ戦を優勝しまして、来年は長州やつからインターアタックを奪回するんだ、今年ほど勝ちたいと思ったことはない、傷つき倒れてもマットに血ヘドを吐いても優勝をして、このように語っておりました鶴田天竜であります。それには今山田さんの話のように、このテリーゴディキラーカーンを破っていかなければなりません。今年この優勝を逃したらチーム再編成が問われると、このようにも言っておりました背水の陣であります。まあ、馬場さん、このリーグ戦では敵チームになるんですがね、このジャンボそして天竜に何を期待しますか。そういうところはね、まあ、いっぱいありますけども、はい、もう今更ここ言ってもしょうがないと思うんですけども、やっぱりチームワークが乱れなきゃですね。なるほど。これはもうやっぱり最強のチームだと思いますね、はい。まずジャンボ鶴田、キラーカーンの左頬をパチンと張りました。さあこれで火がついたか、キラーカーンキッチンシンクで鶴田を追い込んでいきます。そしてテリーゴディとの連携プレーであります。まあ山田さん、2年ぶり通算2度目の優勝を狙うこの鶴竜ですが、ご覧のテリーゴディキラーカーンの280キロコンビ、このドロップキック、まあこのスタートのつまずきというのは何としても避けなきゃいけませんよね。もちろんそうですね、はい、ただ確かにね、超大型チームなんですが、今までにこういうクラスを経験してますからね、はい、鶴田選手にしても天竜選手にしても、そんなことでは驚かないと思うんですね、はい。するとね、今日スタートでこう見せてるその鶴田選手の表情、はい、実にキリッとして一味も二味も変わってきてますね。そして張り手をカーンにかませてきましたね。さあ今度は体当たり、ショルダーアタックであります。動きが速くなりました。さあテリゴディの人間魚雷ラリアットがここで炸裂してまいりました。いや山田さん、テリーゴディも積極的ですね。もちろん張り切ってますよ、はい、あわよくばという気持ちは十二分に持ってますからね、秋から冬へのたらずまいを見せております。この東京地方でありますが、館内は熱気ムンムン、そして両チームとも本当に目いっぱいのファイト。キラーカーンのキッチンシンク規制を走って、そしてストンピング攻撃、ジャンボ鶴田の額に打っていきました。この参加チームが総枠でリーグ戦を行いまして、30分1本勝負、その最高得点者が優勝、全ての勝ちが2点、時間切れ引き分け1点、そして両者リングアウトと全ての負けが0点という、こういう得点でありますが、
まあ、山田さん1点の価値が非常に高く、ちょっとでもこれ両者リングアウトが続きますとすぐ優勝戦線脱落ですからね。そういうことです。ですからこのシリーズですね、はい、はっきり優勝戦線というものを自分で見極めた作戦を立てなきゃダメですね。そうですね。この、まあ、テリーゴリーとキラーカーンと相対しますのに、試合前でありますが控え室でとにかく場外戦だけはこの試合避けなければいけない、このように言っていました天竜。さあ円錐をかましていきました。キラーカーンの後頭部であります、エビに固めてカウント2であります。さて、今シーズンのこの最強タッグの優勝の行方を占いたいんですが、まあ、山田さん先ほどの入場式でも言いましたように本当に今度の大会は史上空前の激戦になりそうですよね。そうですね、はい。まあ、それだけにあの優勝戦線の推理と、いうことになると非常に、まあ、難しい、はっきり言って混沌としているという見方ができるんですが、まあ、ごくですね常識的なラインからですね、はい、戦力の分析というものをしますとね、まあ世評の通り3チームか4チームに絞れるのではないか。ただ途中でどういうハプニングがあるかわからない。まあ、なんといってもね、私一番安定した実力を持っているのは白龍コンビではないか、まあ、続いていわゆる V2 を狙ってくるハンセン・デビアス組で、さらにまあ、八津長州組と、このまあ3つさらに伏兵的な存在がいますね。そうですね。ですから非常にね、まだどのチームがという推理はちょっと難しいと思うんですね。馬場さんはこのタイガーマスクとチームを作りまして、まあ、タイガーマスクにとりましては初出場ですが、まあ、この混沌とした肉薄した9チームの実力でありますが、この中でどのチームをこの注目してますか。まあね、やっぱりシングルと違いますからね、やっぱりサンクス長州やつジャンボ天竜、これにね、はい、やっぱりこれはもうなんちゅうともハンセン・デリアス、はい、この4チームを警戒、もう警戒というかこの4チームだと思うんですよね僕は。でこのカーンとボディがですね、これらに手を落としたら、そうですね、足元を突かれたらダメだと思うんですよ ね。ですからね、このカーン・ボディがね、はい、どうするか。でまだ僕はトム・ジンクっていうのをまだ試合を見たことないんですよね、はいはい、だからそのマーティルとトム・ジンクがどういう試合をするのかですね。そうですね、これだからもう全く分からないですね、はい。さあ山田さん、そして馬場さんのこの優勝候補、その3強4強の中の一角に上がりましたこの鶴竜であります。今5分が経過してまいりました。来週放送の札幌大会では早くも長州やつ対ハンセン・デビアス、そして鶴竜対馬場タイガー、そして再来週の放送の高松大会では鶴竜対長州やつ、そしてデビアス対ハンクス、こういったもう優勝の受けを左右するカードが序盤戦から目白押しであります。来週の放送の札幌大会、山田さん、ここがまず前半の山場になりそうですよね、はい、前半の一つの山場ですね、はい、さらにあの高松大会というカードもね、すごいカードが揃ってますからね。そうですね。ですも、まあ一戦一戦どの試合を落としても、はい、この優勝戦線からは脱落する可能性があるということですね。さあテリー、天竜が今パワーボムを見せに行きましたが、テリーゴディとのパワーゴム合戦も見られるかどうか。両者得意に、このパワーゴムボムを得意技にしております。さあその天竜とそして、テリーゴディに戦い模様が映ってまいりました。まあこの山田さん、勢いある長州八津をですね、この来週放送の札幌大会前半戦の天王山、止められますかね。まあしかし、はい、それはね、お互いにねベストコンディションで臨むんでしょうから、はい、それぞれに秘策ありというところでしょうね、はい。相対しますハンセン・デビアスは、ハンセンが1日前に来日をしてこのシリーズにかけております。そしてまたおっとテリー・ゴディが今ポールに来ましたが、カウント2入ります。この札幌大会来週放送の組み合わせには馬場、そして鶴竜、馬場タイガー対鶴竜の試合もありますが、山田さん、これも面白いですよね。そうですね、はい、なんといってもね、このシリーズ最強タッグ戦に出場しているチームというのはね、はい、もう実力的にセレクトされたチームですから ね。 そうですね、まあ、どこでどういう結果になるかわからないというハプニングの面白さがありますね。さあパワーボムを外して、さあ鶴田がジャンボラリアット、ここで出してまいりました。ここまで、テリーゴディがギュライラリアットを一発、そしてジャンボ鶴田も今ジャンボラリアットを出してまいりました。カウント2入っています。さあ、いや今のはすごかったですね。この気迫です。感染を破った
自信は大きい。しかしテリーゴリーがあの対ハンセンとの一騎打ちを回すようなパワー、そしてキラーカーンにつないでいきました。さあモンゴリアンチョップ長州を倒して、そして優勝を狙うと言っていましたキラーカーン、39歳の抵抗バックキックが当たりました。カウント2に追い込んでいます。汗がほとばしります。両チームであります。まあしかしこの各軍にとりましても、高松大会、師匠を、失礼しました札幌大会、まあ、ババアチームと当たるわけですが、このババアチーム、今報道局に、回しておりますけども、非常に各チームともやりにくいでしょうね山田さんね。そうですね、はい、まあ、なんといってもね、あのベテラン対ね、はい、ヤングのコンビネーション、どういう戦法を取ってくるか、そうですね、作戦がね、これは作戦面ではね、はい、とにかく馬場選手がリーダーシップを取るわけですから、はい、相当老快な作戦出てくるでしょう。そうでしょうね、それだけに各チームともやりにくいでしょうね。さあここでまたジョライラリアット、ものすごい音がいたしました。テリーゴリーであります。あのテキサスダラスでは血の抗争を繰り広げております。このゴディとカーン、その過去の因縁を水に流して、そしてこのチームを作りました。長州を倒して優勝を狙うと言っております。8月のシリーズでも一度合体しまして、その実力は実証済みであります。さあダブルの2位いくか、あとまずはギロチンドラップ、あのアルバトス作法が徐々に蘇ってまいりました。まあこのかつては犬猿の仲だった2人ですが、まあ、それだけにこのお互いの力を認め合ってるってことでにもなりますよね山田さんね。そうですね、はい、まあ、ただその反面ね、どっかで爆発して不仲になると、仲間割れという危険性もはらんでますね。なるほどなるほど、今のところは、まあ、はい、コンビネーションは、はい、普通にですね、やってますけれども、ね、はい、アウトフライングボディアタック、140キロが飛んでまいりました。この280キロの大型コンビチームであります。まあしかしこれが、ツルトでありますけれども、まだ今のところ場外戦は一度もありません。さあ今度はキラーカーンがダブルの2があるぞーと、これを間一発かわした、かわしましたね山田さん ね、はい、自爆させましたね。キラーカーン悶絶、右膝を打ちました、ね、はい、キラーカーンの仕掛けがタイミングが外れましたからね、あ、なるほど。さあその手をついて、後頭部に円錐を打っていきました。天竜を狙っておりました。さあカウント2、テリーゴディがカットに入ります。まあこういうタッグチームプレーですから、このカットがカットが非常に早め早めですね山田さんね。そうです、はい、今ね惜しかったですね、もう本当にね、ピンフォールあと一息でしたね。さあ天竜の調子を測るバロメーターでもあります。フライングエルボーが行きました。しかしもうすぐこの140キロ、テリーゴディがそばに来ております。最後に武道館で笑うのはどのチームでありましょうか。この鶴竜でありましょうか、テリーゴディキラーカーンか、長州安でありましょうか。試合の方は10分が経過してまいりました。さあジャンボがキラーカーンをラップに飛ばして、ハイキックハイキック、左の肩口に当てていきました。そして逆襟固めか、逆襟固めか、ボストンクラブの体制に入りました。77年にサンクス、そして78年ババツルタ、79年サンクス、80年ババツルタ、81年ブロディスヌーカ、82年ハンクス、83年ハンクセンブロディ、そしてハンクス14年鶴竜、そして85年ハンセンデビアスという、この優勝チームの欲望でありましたけれども、さあその優勝へ向けて両チームちょっと試合が荒れてまいりました。もう何が何でも2点が欲しいというこの意気込み、ババさん鶴竜から伝わってきますね。そうですね、まあ、これね、もうコールできそうもありませんからね、はい、なんとかしてどっちから2点にしないとですね、はい、もう初日から脱落しちゃうという可能性ありますよね。いいスタートラッシュを切りたい鶴田、さあキラーカーンにコブラツイスト、コブラツイスト、さあしかし後ろから、あー椅子を持ってきたぞ、椅子を持ってきたぞテリーゴディ、さあ星を捨てたか、星を捨てたかテリーゴディ、天竜に一撃、鶴田に一撃、タイガーハットリーは、レブリのタイガーハットリーは即座にゴングを要請いたしました。さあまだ椅子を持っているテリーゴディ、ベンジャラスボーイ椅子を振り上げて、天竜にもう雨あられと椅子で殴りつけていきます、テリーゴディであります。まあこの山田さん、唯一このスーパーパワーチームゴディカーン、インサイドワークがこの弱点かと見られていたんですがね、やっぱりこういう展開になってしまいましたね。そうですね、まあそれにしてもね、とにかく何としても鶴竜はね、はい、得点をしたいという意欲の試合でね、とうとうここまで持ってきましたね。さあこれが天竜であります。最終的にはこの鶴田天竜、反則
勝ちということになりました。キラーカーン・テリーゴリーの反則負けであります。馬場さん、この鶴竜いかがでしたか。ちょっと簡単に締めてください。いや、まあね、カーン後手組がね、やっぱり大こうなりますよね。こういう試合になりますからね、はい、そういう点では2点は取りやすいかもしれないですね。そうですね。さあ、しかしながらもう勝負はもうついたら、あとはもう自分たちの好き勝手だとばかりに椅子を振り上げて、鶴田そして天竜をめった打ちにいたしました。このキラーカーン、そしてテリーゴディであります。まあ、山田さん、この試合を見る限りカーン・ゴディも台風の目になってきそうですね。そうですね。ですから今日はね、たまたま鶴竜コンビ反則が今日拾ったわけですが、どういう展開になるか分かりませんからね。そうですね。まずは、反則勝ちではありましたけれども、ご覧の鶴田天竜が2点で、初戦を折り返しました。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は後楽園ホールより実況生中継で全国のプロレスファンの皆様にお送りしています。日本プロレス創立15周年、86年の闘技を飾ります。歴史と伝統の世界最強タッグリーグ戦、公式戦が続きます。さあ、スーパーストロングマシーン、アシュラ・ハラ、リング上に先に入場いたしまして、これより長州力、八津義明との公式戦30分一本勝負を迎えます。さあ、長州力の入場であります。昨年の初参加準優勝が大きな自信になりました、長州力。さあ、芸術神と言われる合体殺法で、長州のラリアットで、ヤツとジャーマンが火を吹いた。荒ぶる熱き地上の男たち、長州ヤツ、初優勝を狙います。2年連続の出場、ジャパン代表コンビであります。さあ、そのジャパンプロレス、長州力、八津義明、そしてカルガリーハリケーンズ、スーパーストロングマシーン、そして、足が腹に豪華な花束が日本テレビ並びに番組のスポンサーより送られました。これの気迫を思い切りぶつけるところを通りました、アシュラ・ハラであります。オフの間も極秘トレーニング、打倒長州のためにここまで頑張ってまいりました、ストロングマシン、スーパーストロングマシン。優勝は俺のジャーマンで勝ち取る、八津義明。常に力みなぎる構え、誰でも来い、長州力であります。さあ、山田さん、このインタータッグチャンピオンコンビとアジアタッグチャンピオンコンビの一戦、まあ、原マシンにとりましては一番戦いたかった相手がこの長州役、激しい一戦になりそうですね。そうですね。とにかく今のところストロングマシンと原選手のコンビというのはですね、非常にムードがいいわけです。タイトルも獲得しましたし、上り調子ですね。まあ、しかも相手が長州八津組ということで、今日はすごい一戦になると思いますね。さあ、ゴングが鳴った、ゴングが鳴った。インタータック PWF の2冠を守りまして乗り込んだこの長州の勢いを止められますか。足が払われてまいりました。さあ、とものすごいタックルを見せました、足が払であります。まあ、しかし馬場さん、その長州八津の勢いというものも、まあ、この八津の成長が大きいですよね。そうですね。それとね、やっぱりね、鶴竜と一緒でね、コンビネーションがいいですよ ね。 そうですね。チームワークはいいですし、ですからこの長州やつ、これはもうなんかやっぱり最右翼に考えていいんじゃないと思うんですよね。はい、やつがいればもう何も心配はないと語っておりました、この長州力であります。去年初出場、鶴竜と準優勝を分けた長州やつ。さあ、その長州のバックドロップがまずはオープニングヒット、スーパーストロングマシーンに打っていきました。まあ、山田さん、昨年はこの無冠手探りの出場だったんですが、まあ、今年は二冠王ですね。長州は自信が違いますね。そうですね。まあ、実力とかですね、コンビネーションということでは、はい、まずまず心配ないと、ただ一番私が心配するのは、はい、長州選手の怪我ですね。なるほど。これもね、いわゆるテリー・ゴデーとか、はい、スタン・ハンゼンとか大型がいますんでね、はい、まあ、そういったことで不足のアクシデントでも起こると、これはもう戦力が一気に落ちますからね。そうですよね。それが怖いですね。それから山田さん、この鍵を握るのはやつだと思うんですが、リーグ前のロードワーク中に左足首を捻挫とという情報が入っておりますが、まあ、今の動きを見た限りいかがですか。まずね、これだけのキャリアを持っている選手ですし、まあ、これだけの今のちょっと動いて見てるんですが、はい、心配はなさそうですね。そうですか。さあ、原、そしてマシーン、脅威の反逆チームと呼ばれておりますが、そのスーパーストロングマシンを捉えていって、そしてダブルな攻撃を見せます長州八津であります。
まあ、このおっとサソリの体勢だ、長州サソリの体操を見せます。この11月上旬専修大学に乗り込みまして24時間、本当にこのアマレス例の合宿に入りましてトレーニングを行っておりました。長州でありますサソリの練習も十分にこなしました長州力。今ちょっと腹がカットに入りましてそのサソリの体勢が崩れました。馬場さん、この腹マシーン組でありますが結成これが、3戦目でアジアタッグチャンピオン、これが5戦目なんですがどう見てますか。まあ、そういう意味ではね、はい、やっぱりチームワークというものはまだ彼が長州やつジャンプ全流にはね、はい、まだ及ばないと思うんですね。あ、なるほど。実力的にはね、はい、そう変わらないと思うんですけども、はい、こうタッグチームになりますとねやっぱりチームワークの良し悪しがもう大きく影響しますからね、はい、長州を倒して優勝を狙ってこのように取りました。そしてインターアタックと言っておりますこのスーパーストロングマシン芦屋原、しかしまあやはりこの勢いというものを感じます。マシンラリアットを打ってまいりました。やはりこの乗せたら怖いチームということがこれ馬場さん言えるんじゃないですかね。そうですね。さあその連携が徐々に合ってくるか。ダブルのチャップを繰り出していきました芦田原、そしてスーパーストロングマシンであります山田さん。それからこの芦田原も病み上がり、膝と腰を悪くしてるんですよね。まあしかし、はい、彼の場合はファイトマンですからね、今日なんかもガンガン動いてますし、はい、そういった意味での心配は私はあんまりしないんですね。今ちょっと場外戦が見られましたが、それから山田さん、このマシーンも一つの大きな鍵を握っている、こういうことが言えるんじゃないでしょうか。もちろん、まあ、全ての、ねチームの中で、はい、誰がどうということなしに誰が力を合わせない限り、はい、勝利は望めないということですよね。さあ打たれ強さを見ましょう芦田原の気迫。さあ八つを取った八つの投手に火がつくか。さあ来るなら来いという芦田原、リング上火花が散ります。芦田原、そして八つ吉明、和製チャールズ・ブロンソン、これが芦田原であります。さあ体がと思っていた八つ吉明であります。長州八つもこのチームに救われますと優勝戦線脱落ということになります。おっとカウンターの張り手です。これは山田さん驚きましたね。いやすごいですね。あれだけねはい、やられましたから八つ選手としてもね、もちろん目には目をということですね、はい、さあ今度は長州へのつなぎであります。長州八つは来週放送の札幌大会で早くも前半の天王山阪神デビアス戦、そして再来週放送の高松大会は鶴竜との一戦、まあこの優勝をしても鶴竜に勝たねば意味はないとこのように言っていました長州八つ。そして3週間後の浜松大会には今放送席におります、タイガーバスと新チームを作りました、ババタイガーチームとの一戦がこの長州八つ組控えております。ババさん、この長州八つチーム相手チームどう見てますか。いやこれもう実力的にもね、はい、さっきも言いましたようにもうチームワークもね抜群ですよ、もう本当にドリー・テリーね、はい、彼ら鶴竜ハンセン・デビアス、これはもう本当に世界のタグチームチャンピオンと言ってもいいと思うんですよね。さあ起き手破りのサソリがために出てまいりました。スーパーストロングマシーンであります。サソリオもあります、ラリアットもあります、何でもやりますこのスーパーストロングマシーン。まあ山田さん、今の馬場選手の話ですけれども、まあこの長州八にとりましてはやはり馬場組、それからハンクス組、このあたりがやっぱり難しい戦いになってくるでしょうね。もちろんそう、ですから、まあ、このお互いのチーム同士、はい、全て大変な難敵ぞろいと、そうですね、いうことですね。それからまたこの長州八つには、ハンセンは PWF の因縁があります。それから鶴竜には、インターダックの因縁があります。それからハリケーン図鑑は打倒長州のためにチームを作りました。そしてタイガーマスクはあの7番勝負の因縁、八つ吉明、そしてシングルバッチの因縁、長州との対戦に燃えております。さあその数々のチームから包囲網取り囲まれました長州。芦田原のヒットマンラリアットに追い込まれております。しかしここでバックドロップで切り返していく山田さん、びっくりしましたのはね、これだけ包囲網があっても、まあこれだけ注目されているのは光栄だと山田さん、このように子供投げに言うんですよね。まあ、それも今のね、彼らの実力からすれば、はい、それだけの発言が出て当然でしょうね。そうですね。あとパワースラムであります。やつが徐々に光り始めてまいりました。先ほどご案内いたしましたように、非常にこの開幕戦から厳しいスケジュール、ハードスケジュールを縫っての、このリーグ戦戦いになりそうであります。長州やつチームであります。
まあ、僕としましてはね、はい、早くね脱落者を決めてほしいですよね。ほうほうほう。あの武道館でね、ええ、輪島が出てきますんでね、相手にね早くどれにするかというものを決めたいですからね。12月12日武道館最終戦で輪島登場ですか。そうです。あーなるほど、山田さんこれはビッグニュースですね。うん、そうですね、まあまだ相手チームは、ね、はい、誰になるかわからないそうですけど、まあ、とにかく日本でデビューを飾って、はい、大変におせおせのね、はい、激しいファイトを見せた淡島選手が、はい、またまたビッグマッチに登場するということで大きな話題になりそうですね。そうですね。そうしますと、この優勝の行方と合わせまして輪島の国内、デビュー戦第2弾、それも東京都でデビューであります。これはビッグニュースであります。果たして輪島の相手が誰になるんでしょうか。まあ、これは優勝の行方とも関係してきますんで ね、 そ、 うですね、それによって輪島の相手が決まりますので非常に興味津々であります。さあ試合の方は、さあこれが秘密兵器だ。これは強烈であります。マシンの空中ラリアット、それから芦田原にはヒットマンラリアットもあります。まあ、今日ね、はい、今まで試合を見てましてね、長州選手が非常に好調だと思いますね。なるほど。っていうのはね、はい、原選手とストロングマシーンの、はい、かなりね重たい攻撃を何発も切ってるんですが、ケロッとした表情ですね。あ、そうですか。いつもの長州選手ならもうちょっとね、表情がね落ち込むんですがね、はい、今日はね非常にケロッとしてますよ。それだけ好調な証拠じゃないでしょうかね。なるほど。まあ、やつの足の方は、大丈夫と言いました。まあ、しかしその分俺がやってやると、このように言っておりました。試合前長州力でありますが、さあ芦田原が盛んに積極的な攻撃を仕掛けていくギロチンドロップであります。まあ山田さん、この厳しい見方をすればこの長州やつインタータックチャンピオンですけれども、今まではこの日本人構想での中での長州やつという感じがしました。まあ、この最強タック、本当にハンセン、ファンクス、カーンと強力なチーム、外人チームがおりますので、この中で光ることができるかどうかというのも大きなポイントですね。まあ、しかしそれはやってのことでしょうね。そうでしょうね。さあスーパーストロングマシンの猛クラッシュをかわしていきました。さあ一進一退の攻防です。まあ、馬場さん、ここまで長州やつ好調だというその見方がありますが、馬場さんはこの長州やつ、まあ、1年に1度いずれはこの高知戦で当たらなければいけないわけですが、どう見てますか。まあね、はい、好調不調というのからもやっぱ根性というものがね、ずば抜けてますよね、気力。さあ勝やつを迎え撃って、さあヒットマンラリアット、一つ一つ重い技を繰り出していきます。この芦田原であります。それから山田さん、この三強の中で、V 経験を持たないのがこの長州やつなんですが、これはどうですか。いや、それはね、もちろん誰もが通る道ですから、はい、そんなに不安視することはないですよね。なるほど。それから申し上げまして、このやつの成長、やつの成長とともに2月にインターアタックのベルト、そして4月に長州が TWF のシングルのベルトを取りまして、目下絶好調であります長州やつ。さあ芦田原、相手が燃え、俺が燃え、ファンが燃える試合をしたい、このように言っていた原。さあやつがバック、やつがバックを取る、そして長州との黄金連携が見られるか、長州飛び込むか、お長州トップロープ、さあ、あっと、これはすごいぞ、これはすごい、トップロープからニードロップを落としてまいりました。さあ激しい戦いのようになってまいりました。そして右腕をしごいております、右腕をしごいております。ロープに飛んだ、相手を見られた、いきなりやっと、いきなりやっと、さあやつがグッとカウント、スリー、足の原を破る、足の原を破る、いきなりやっと棒を巻く、カウント3入ります。長州やつ最先に良いスタート、2点を出す、抱き合います、長州やつ、お互いの健闘を伺います、長州やつ。いや、見事な山田さんラリアットでした。そうですね、最後の決め方を見る限り、はい、完勝と言っていいですよね。そうですね、11分10秒、長州やつの勝ち、2点を取りました。馬場さん、長州やついかがでした。いや、素晴らしいですね、やっぱりチームワークの良さですよね。そのチームワークの良さ、まあ、これですね。ラリアットも来ましたけどもね、今の長州のこのロープの上からはよく、はい、本当にこれがもう決め技でしたね。そうですね、11分3秒、ここからのラリアットご覧いただきましょう。タイミング、山田さんどうですか。原選手がね、朦朧としてるんですよ。そうですね、トップロープからのニードロップでね、はい、後頭部を一とか打ってましたからね。そうですね、このラリアットからのタイガー打て目、
長州がハローフォールであります。得点2点を入れました。初戦好調なスタートを切りました長州康であります。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は後楽園ホールより実況生中継で全国のプレスファンの皆様にお送りしています。後楽園ホールから実況生中継、世界最強タッグ決定リーグ戦、いよいよ公式戦最後の対決を迎えます。画面では86年世界最強タッグ決定リーグ戦の日程をご覧いただいておりますが、さあ最後の対決はザ・ファンクス対リック・マーテル、トム・ジンク組の対決、公式戦でございます。両チームが入場してまいります。さあ10回目を迎えました暮れの祭典、86年世界で一番強いタッグチームは果たして誰でしょうか。開幕戦の最後の公式戦、ザ・ファンクス対リック・マーテル、トム・ジンク戦。さあ非常にフレッシュな感覚のチームでありますが、どこまで活躍できるでしょうか。リック・マーテル、トム・ジンク先に入場してまいりました。このマーテル・ジンク組の活躍次第で優勝チームの行方が相当混乱するものと思います。フレッシュなムード、マーテル・ジンク組。さあその後にザ・ファンクスの入場です。世界最強タッグ決定リーグ戦の生き証人と言っていいでしょう、ザ・ファンクス、ドリー・ファンクジュニア、テリー・ファンク組の入場。ザ・ファンクスは52年、54年、54年と過去3回優勝していますが、今年は最多4度目の優勝を目指しまして、ドリー・テリーのテキサス・アラウマコンビが3年ぶりに復活いたしました。さあ最後の公式戦でありますが、残念ながら後楽園ホールから今日実況生中継でお伝えしますけれども、あと現場から5分で分かれなくてはなりません。最後の勝負までお伝えできるでありましょうか。ドリー・ファンクジュニア、テリー・ファンク組入場してまいりました。このドリー・テリーの兄弟の深い信頼感と絆、今大会もおそらくファンの感動を呼ぶでしょう。先日まして日本テレビの上に試合に先立ちまして、公式戦日本テレビ並びに番組のスポンサーから両チームに今、豪華な花束が贈られたところでございます。さあ公式戦、トム・ジンクのフレッシュファイトにもご注目、そしてザ・ファンクスのベテランイブシ銀のテクニックもご注目。さあこれがトム・ジンクであります。初来日カリア3年です。1年ぶりの来日、ハンサムリック・マーテル、4回目の優勝を狙います。51代世界チャンピオンテリー・ファンク、第46代世界チャンピオンドリー・ファンクジュニア。さあこの対決、まず馬場さん、ザ・ファンクスの、このドリーとテリーは4回目の優勝を狙って自信満々こう言ってますが、ズバリどうでしょうね。そうですね、まあ、タッグチームとなったらね、もうこれ以上のコンビネーション、キャリア、そういったものはもう彼らに及ぶチームはありませんからね、もう本当にこれは要注意ですね。そうですか。ね、ここに、ね、出てくるこのマーテルはもうね、全 AWA チャンピオン、よく皆さんご存知ですけども、このジンクがね、どのぐらいやるかでね、このチームもやっぱり優勝戦線に絡んできそうな気がするんですよね。そうですね。ただジンクのが大したことないと、これはまたこのチームに大したことなくなっちゃうと思うんですよね、はい、そうですね。さあ放送時間はあと3分で後楽園ホールからお別れでありますが、さあ興味津々のこの最後の公式戦ファイナルゲーム始まりました。山さん、しかし今年の旧チームずっと見渡してますと、副兵チームが非常に多いんですが、この副兵チームの中でもこのマーテル・ジンク組ね、危険いっぱいのチームですね。そうですね、非常にあのフレッシュコンビですね、はい。まあ、今馬場さんがおっしゃったように、そのパートナーのトム・ジンクの激感、まあ、なんといってもね、キャリア3年ということですから、はい、まだ出番はありません。まだね、あの果たしてどういうレスリングを見せてくれるか、はい、これが楽しみですね。そうですね。過去も AWA ゾーンからは現世界チャンピオンのニック・ボクインクもこの世界最高タッグ決定リーグ戦に出場していますが、優勝はありません。さあ久しぶりに見ますリック・マーテルの表情。このリック・マーテルはこの公式戦のリーグ戦ももちろん優勝を狙っておりますけれども、ドリームマッチにも出場して12月の3日兵庫県立文化体育館神戸で長州力と対決。この模様はハンセン対テリーファンクのドリームマッチとともに12月の27日この時間に放送いたします。さあ非常に楽しみな対決、まさに馬場さん、 NWA 対 AWA の対決ですよね。そんな感じです ね大いに盛り上がっております東京水道橋の後楽園ホール。86年世界最強タッグ決定リーグ戦、さあこの試合おそらく最後までお伝えできないかもしれません。本当にプレスファンの皆様本当に申し訳ございません。しかし唯一
試合が終わるか分かりませんからね、最後まで実況中継どうぞお聞きいただきたいと思います。さあザ・ファンクスドリーファンクジュニア出てまいりました。まあ馬場さんも言ってましたが、山田さんタッグワークは抜群、安定度信頼度ではナンバーワンのこのザ・ファンクスですよね。そうです、とにかくまあ古い言い方をすればいぶし銀ですよね。そうなんですよね、本当にねベテラン中のベテラン、しかも優勝経験も豊富、あらもうなんて言っても一番の副兵的な存在でしょうね。そうですね、まあ4度目の優勝を勝ち取るための関門というのは鶴田天竜戦、それから再来週のこの時間、高松から実況生中継でお送りするスタンハンセンテッドデビアス戦、そして12月の12日日本武道館優勝戦は長州八つとの公式戦、その優勝戦の模様は12月の20日放送、もちろん先ほど馬場さんから発表がありましたが輪島選手の帰国第2戦も放送いたします。どうぞお楽しみ願いたいと思いますが、残念でありますがあと30秒ほどで後楽園ホールからお別れでございます。来週のこの時間は札幌中島体育センターから鶴田天竜組対ジャイアント馬場タイガーマスク組の対決、長州安組対スタンハンセンテッドデビアス組の公式戦を中心にお伝えしてまいりたいと思いますが、さあドリーファンクジュニアテリーファンクのザ・ファンクスの公式第1戦でありますけれども、果たして優勝の行方はどうでありましょうか。来週の放送で結果はお伝えしますが、後楽園ホールからこの辺でお別れします。山田さん馬場さんの解説でした。